キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。総チェックということでね、今日も総チェックをお送りしましょう。どうなっていくのか、優勝争い、A クラス争いね。まずはパリーグからオリックス対ソフトバンク3対8でソフトバンクの勝利ということで、この試合勝ってソフトバンクマジック10、もうカウントダウン、あと2週間以内にはね優勝するかなっていうね、ところにありますけども、ソフトバンク先発有原ね、7回99球9安打5三振1球2失点と、まあ、結構ね打たれたけども、まあなんとかね踏ん張って12勝7敗というところでは、ね自分の役割はしっかり果たしたんじゃないでしょうか。オリックス先発山下俊平太、7回106球5安打8三振2球3失点と、まあ3失点取られたけど、まあねこれ両チームねいろんなミスがあってね、ちょっと締まりなかったなっていうようなね、試合でしたけども、まあ初回ね、ソフトバンクは、シュートがフォアボール出てストレート。だから、山下俊平太これ立ち上がり持ってなかったよね。で、今宮のところでエンドラン。で、ワンアウト二塁になって栗原がカーブをね、センターオーバータイムリーツーベースを打って1点先制。しかしオリックスはね、2回表、セデーニュ黒林連続ヒット。で、杉沢は送りバント決めてワンアウト二三塁から、まあここでね、キャッチャーの若月が、あれ何だったんだろうね。セーフティースクイズなのかな、セーフティースクイズで行ってボールだから引いたのか、よもう全体的によくわからなかったよね。ファンでサードランナーね、まあ若月はバントの構えして、しかも結構早かったからね構えんので、ボールだったから引いてね、たらサードランナーセディエノが飛び出しちゃって、でキャッチャー甲斐がサードに投げたら、栗原がねそれをお手玉しちゃって投げるのに、でその間にセディエノの方を見返ってきて1点っていうね。でその後さ、ワンアウト3塁になるじゃんね。でここでね、もう一球スクイズ連発したってよかったよね。これ多分ねめっちゃ面白いと思うんだよね。このやればね、あの新庄監督みたいに決まってたんちゃうかっていうね。でその後若月ショートゴロ、ここはね多分三塁ランナー抜けてからだったんで、まあ走れなかったですよね。で、広岡、三振でまあ1対1同点と。でソフトバンクは3回表、ね、先頭マキュアルレフト前ヒットで、シュート送りバント決めて、ワンアウト二塁から今宮のヒットというところで、まあ初回もね、3回もこういうふうにランナー先頭出て、その後エンドラン送りバントでしっかりセカンド得点圏送って、まあ一発で返すっていうところがね、このソフトバンクも今のね、打線のいいつながりかなと。で、5回表にもね、甲斐ツーベース。で、マキュアルね、ここ送りバントなかなかできなかったのよ。で、できなかったけどもね、そっから追い込まれてからね、しっかりね、進塁打打とうと思ってヘッド返して打ったのが、一塁間抜けてライトへヒット。で、ワンアウト一三塁からの、ノーアウト一三塁からシュートが犠牲フライを打って3点目。だこういったところもね、送りバントできなかったら、その後しっかり進塁打打つ。まあ、それはね、たまたまヒットになってよかったけど、最低でもワンアウト三塁作れたからね。そういったところでは、マキュアルの残る姿勢もね、グッと。ね。で、3点目。で、オリックスはね、6回裏、2アウトからセディエノのホームランで1点差に詰め寄るんだけどもね、まあ、5回の表、ね、ピッチャー山下から山根に代わって、マキュアルレフト前ヒットで、シュート送りバント決めて、吉、これはね、もう今日のこの野球だよね。で、ワンアウト二塁から、ピッチャーね、山田から吉田に代わって、今宮の、ピッチャーライナー、足に当たっちゃってね、内野安打、ワンアウト一三塁。で、ここで吉田が降板して、宇田川、栗原フォアボールに出るけども、で、ここでなんか肘の違和感で交代。で、ワンアウト満塁から山川のところで小田島が出てきて、山川、タイムリー。で、近藤、タイムリーで、ホームへ悪送球。ね。まあこれピッチャーね、小田島も一塁間抜けたからファーストベースカバー回ってたからカバーいけなかったっていうのもあるけどもね。でまたこれね、交錯して、ここで若月が交代。ね。で、まさきタイムリー。ね。中村明犠牲フライっていうところでね。まあしっかりこの回5点取って一気にね、8対2勝負あったかなと。まあ8回裏ね、紅林の内ゴロの間に1点取るけども、まあこれはちょっと焼け石に水かなってね、いうところがあります。あとはね、この、ソフトバンクの攻撃で、気になったのがね、3回ね、元に今宮がタイムリー打った後、ワンアウト1塁で栗原がね、レフトオーバーフライ打つんだけども、これフェンス際西川が取って、ファースト今宮戻りきれずっていうところだけど、まあそこまで行ったらね、やっぱその、戻りきらない、楽勝アウトだったからどこまで走ってたんやっていうのはあるけども、画面映らなかったからね、あそこはちゃんと戻ってほしかったなっていうところはあるけどもね。まあオリックスはね、このリリーフ陣、まあこれはもう仕方ないよね、もう緊急登板すぎるからね、宇田川も小田島もね、で、それでもう準備もしてなかっただろうしね。で、この連打はね、もうちょっとオリックスね、まあ怪我人この8回続出っていうところで、まあ突きはなかったかなっていうね、ところはあります。まあということでね、まあソフトバンクはしっかり勝ち切ってね、最後まとめ上げたっていうところは良かったしね、キッチンノーアウト一塁先頭データランナーをね、送りバンドで、エンドラン。で、ランナー二塁だったのもしっかり進塁だっていうところで、もうね、着実にやっていくっていうね、堅実な野球がね、この試合で、しかもそれをね、ちゃんとその後ね、得点に結びつけたっていうところもね、素晴らしかったと思います。マジック中、優勝間際です。
オリックス対ソフトバンク1対10でソフトバンクの勝利というところでね、このカードね、ソフトバンクの2連勝になりますけれども、ソフトバンク先発モイネロね、6回87球2安打7三振2四球無失点というところで、ちょっとね最近やられまくっててね、失点も多かったっていう中で、9月3日以来、まあ約ね10日ぶり、まあだから1回ね調整入って抹消して、まあ10日間ねしっかり調整してきて、ここで復活ってなってきたらね、大きいこの勝利ね。で、オリックスとしてはもう1点、まあカスティーヨ4回3分の2、105球7安打5三振1球6失点と、で、中島監督はね、もうカスティーヨが好き勝手やってるように見えるっていうね、まあキャッチャーの福田がもうちょっとね、かわいそうみたいな感じのコメント出したけども、なるのよ。こういうところで外国人選手はね、だってまあ大げさに考えたらよ、ね、これこのチャンネルでも何回も言ってるけど、もう来季のためにっていうところで、ね、打順は大谷氏の、紅林、西川、セデーノ、内藤邦、北、福永、そして野口、ね、途中から渡辺もね、出たり、大里も出たりしてますけども、もう来季に向けてってなってくると、ね、もう失点しちゃうと、もう逆転ないなってなるわけ。ね、野手は経験値でいいけども、ピッチャーはね、それはもうカスティーヨが若手だったらね、そこの中でっていう必死さもあるけども、これ外国人選手ってやったら目先と一緒とかね、なくなってくるし、ね、しかもそこに出来高ついてんのに、みたいな、もう何やってんだ、ベストメンバー行ってくれよ、みたいなね、感じで自分のことに走りがちっていうところもあるから、そこら辺でね、気持ちが切れるのも早いのよ。だからもうこうなった時にはね、もう大げさに言うと、もう、もし出来高とかなんかタイトルとか絡んでない外国人投手、でしかも来季の契約はもう確実にするみたいな選手なの場合は、もう、使わないっていうのも手だけどね、もう帰国してもらって、もうね、勝ち負け関係なく若手の選手たちにチャンスを与えていく、そういった必死でやるからね、その中で。だからね、やっぱこうなってくると、やっぱりね、ピッチャーもそれ気の毒なのよ。野手はね、育成のもとで、ちょっとやっぱ得点できないからね。で、そうなってきたらこれ何のために投げてんやってなるじゃんね。勝ちもつかへんし、みたいな。はい、失点した。はい、終わり。はい、負け投手。みたいなね。感じになるからね。だからこそ逆に、もう、来年もカスティーヨの契約があるんだったら、まあそこはもう話し合って、もう、登板なしにするのもありだけどね。で、若手を投げさせて経験値を積ますっていう方が、まあ、うまくマネジメントはしやすいけどね。まあそこら辺難しいのよ。消化ゲームになるとね。何もない、記憶もない外国人選手は、モチベーション下がるからね、一気にね、そういった面ではね、何もタイトルとか絡まないで来年の契約が確定してる、ね、切るも切らないも確定してる選手、まあ来年どうしようか迷ってる選手は使わなきゃいけないけどね。でもそこは話し合いだよね。迷ってるからここ残り試合で判定するからしっかりやってくださいよって言わなきゃいけないしね。それ以外だったらもう投げさせないで若手に投げさすっていうのがね、いいと思う。これはね、もう仕方ない。そうなるの、選手の気持ちも非常によくわかる。ね。まあそこら辺は話し合い大事なんじゃないかな。まあソフトバンクはね、もうマジック8。まああと10日以内にね、ひょっとしたら優勝するかもしれないっていうところで、もう秒読み段階、ね、10対1、圧勝でした。ね。だからもう解説しようがないのよ。ね。みんなよく打ちましたしかないからね。10対1だから。まあホークスはね。まあホークスはモイネロがね、いい形で投げたっていうところが、かなりポジティブなね、ところだったんじゃないでしょうか。ソフトバンク。ね、連勝。来週かな、来週あるね。はい。オリックス対ソフトバンク、15日の試合0対3でソフトバンク延長12回の勝利ということで、ソフトバンク先発大津ね、8回108球3安打6三振1球無失点でグッペッチ。ね、7月の13、15? あ、8月だ。8月14日以来。だから約1ヶ月ぶりのね、登板っていうところで、まあ登板前はね、結構4失点、4失点、3失点、1失点。まあ、こう、オールスターか。だから、レギュラーシーズンは4失点、4失点、3失点、3失点と、結構複数失点してきたんだけども、しっかりね、この1ヶ月リフレッシュして、調整してね、見事戻ってきて、これはクライマックスシーズンに向けてね、いい形のね、戦力。ね。そこから杉山ヘルナンデス、長谷川多かった岩井とね、リリーフがしっかり踏ん張り切って完封勝利。で、オリックスはね、先発宮城、8回129、4安打9三振、3四球無失点で、こちらもクッピッチ。ね。だからまあね、昨日の試合の動画でも言ったけどもね、まあこのね、まあ、消化ゲームになってくると、やっぱ打ってくれないからね、太田大里杉本、西川セデーニョ、紅林、内藤邦、杉沢、そして9番福永っていうところでね、4安打完封だからオリックスとしてはなすすめなしっていうね、ところで、で、最後は自滅。ね、12回表ね、先頭川瀬がサードゴロ、大里ファーストへ悪送球、で、ノーアウト1塁から山口送りバントを決めて今宮フォアボール。で、ここでワンアウト1塁から中村晃がフォアボールで満塁ね。ピッチャー山田ね。そして、ワンアウト満塁からね、栗原にセンターへのタイムリーヒットで1
点で、ワンアウト満塁からピッチャー山岡に代わって、なんと福永パスボールダイブってね、で山川のタイムリーっていうところでね、3点、ミスで始まってね、フォアボール連発でミスで終わるね、自滅。まあ、ソフトバンクとしてはね、まあ、勝っていけばいいし、まあ、でもまあ、オリックスもね、まあ、こういうことをね、しっかりね、経験して、来季に向けて向かうっていうところでね、一つ一つのミスがね、来年への経験になるからね、まあ、ダメなものはダメだけどね、そこからね、しっかり立て直していってね、いいシーズンを送ってほしいし、まあ、ソフトバンクは、ともね、まあ、今日楽天対ね、日本ハムが、雨で中止っていうところで試合ないんでね、勝ってマジック7、ね、もうすぐです。はい。西武対ロッテ、7対6で西武の逆転勝ちっていうところでね、西武先発松本、4回3分の2、89、3安打2、3、4、4、4、4、4、ちょっと制球ばらついたかな、こうフォアボールもったいなかったよね。まあ、あと外の一発ね。まあ、その後ね、上田、棒高し、佐藤ね、平とね、リリーフが踏ん張りながら、まあ、最後アブレイユ逃げ取られたけども、逃げ切り勝ち。で、ロッテ先発メルセデス、5回87球、5安打5三振、1球2失点というところでね、まあ、メルセデス自身の試合はね、作ったけども、その後横山2失点、沢村3失点とリリーフが、踏ん張り切れずっていうね、ところになりましたけども、ロッテはね、初回、外角中連続フォアボール。松本前回もフォアボールでね、崩れたと思うんだけどもね。で、中村翔がレフトフライでワンアウト一塁。で、ここで藤原レフト前ヒット。で、ワンアウト満塁から佐藤の犠牲フライ。ここで複数得点ね、ロッテは行きたかったよね。3回に、先頭岡がレフト前ヒット。で、藤岡送りバンドを決めて、ポカアウトになるけども、外のライトスタンドへホームラン。でも、1打席目も2打席目も見ててもね、やっぱインコース行ってないのよ。その、もっと。これね、外はね、外オンリーは打つよ。本当に。外だけに。じゃないけどね。やっぱもっとね、内攻めなきゃね、半速球とか外、あと高め上がってくると、低め行けばいいんだけどね。高め上がってくるとね、もう外オンリーは本当危ない。ね。で、3対0。まあ、このまま行くのかなと思ったけども、3回裏にね、西武は、先頭山野辺がツーベース。で、他がセンターへタイムリーヒットを打ってね、しっかり1点返して、で、4回の裏にもね、野村大樹、ツーベース。で、佐藤としてはパスボール、バーッと。で、ランナー3塁になって、ね。で、もうここはホーム OK ですよっていう形で内容後ろ下がってたからね、ショートゴロの間に1点で、3対2。もったいないよね、このパスボールとかね。まあ、ここね、逆にもしパスボールなかったとしても、進塁打とかね、打たれてるかもわかんないけどもね、もったいない。しかし5回の表ね、またここで、小川岡連続フォアボール。で、ここ藤岡送りバンド失敗、バッと。ここバンド成功しなきゃ、ね。で、ポランコライトフライ。で、ここピッチャー上に変わってフォアボール。だからノーヒットで満塁で、で、角中押し出しっていうところで、4つ押し出したからね、これもったいないね、西武としては。ね。ロッテがね、攻撃、ね、攻めあぐれてるところでこの1点、ね。で、まあ、これでも、ロッテ勝ったかな、この流れ、と思ったらね、6回裏。岸西川のね、連続タイムリーヒット。この西川のね、セカンドゴロもね、よく取ったけどね、あの、藤岡もね、だから精一杯のプレー、ね、でもヘッドスライディングセーフね。で、まあこれで、セカンドランナー帰ってきて、2点の4対4、同点。で、7回裏にね、ワンアウトから長谷川デッドボール、源田フォアボール。で、野村佐藤がね、横山連続沢村が連続フォアボールっていうところで、フォアボールで点もらったやつを、フォアボールでお返しするって言ってね。で、ツーアウト満塁から、外崎がセンターへ勝ち越し、タイムリーヒットで、2点勝ち越し。ここもセンターの和田が、判断ミス。前、ちょっと一回下がって、で、前行って、あれ、ノーパン届いてんのに、ポロンチ落とすっていうところでは、もう完全、もうエラーに等しいミス。で、その後、岸もタイムリー打って、ね、一気に、7対、4と、ね、3点差。このまま勝つかっていうところでね、まあ、9回ね、またこちらもね、2つのフォアボールで、ピンチを作って、佐藤のタイムリーヒットで、1点差になるけども、最後、2アウト1、3塁で、岡のセカンドゴロでね、試合終了っていうところで、西武の逃げ切り勝ち。結局、ローチームね、もう四死球で自滅パターンだね。まあ、ロッテはね、四死球3っていうところあるけども、それが全部失点直結。で、西武はね、6、7、8、9、10個だからね、逆によく勝った。ね。そういったところでは、ロッテはね、その10個の四死球の中で、それをね、こう、もっとね、大量得点しきれなかったっていうところがね、まあ、敗因かなっていうね。まあ、西武としてはね、しっかり躍動して、今はもう若手がね、まあ、岸もそうだし、西川もそうだしね、ここでアピールしてね、西川とかいい感じしてるからね、見た感じ。来年のね、飛躍が非常に楽しみな。佐々木的には西武の中では西川が一番ね、楽しみな選手だけどもね、まあ、そこでね、いい形で頑張ってね、実績積んで頑張ってもらいたい。まあ、いい形のね、逆転勝ち、西武としては勝利だったんじゃないでしょうか。ロッテとしては心負け。この最下位西武、相性いいところでバタバタしてたら、ね、もう俺は3位確定やと思うけども、怪しくなりますよ。はい。西武対ロッテ、14日土曜日の試合、0対1でロッテの勝利とね、
いうところで、まあ前日ね、ロッテは嫌な負け方をセーブにしてた中でね、しっかり勝ち切って連敗しなかったところはね、3位、死守に向けては大きかったんじゃないでしょうか。というところで、ロッテ先発大島ね、7回122球、5安打13四球も失点でグッピッチ。ね。まあ、左右ね、右打者、左打者関係なくね、バッターに、インコースのね、ストレート、アウトコースのストレート、そしてストレートがね、とにかく良かったなと、インコースのストレートをしっかり投げて、やっぱ大島はやっぱインコースのストレートをね、しっかり投げ切れるかどうかっていうところがね、好投への向けての一つのね、物差しでもあるっていうところではね、非常に素晴らしかったし、でその後鈴木増田とね、カンプリレーっていうところは見事。で、西武先発肌ね、5回105球、6安打6三振、3四球、1失点っていうところでね、まあまあね、ここら辺は踏ん張ったしね、まあ、悪送球とかね、いろいろあったけども、まあ、ここら辺はね、伸びしろに向けて頑張っていってほしいっていうね。中で、ロッテはね、初回、ノーアウト一三塁からポランコのね、ダブルプレーの間に1点。だから勝利打点なしです。ね。まあ、それ1点をね、まあ、小島がしっかり踏ん張ってね、勝ちっていうところで、まあ、西武もね、6安打に抑えられて、まあ、なすべなく、ね。まあ、逆にコメントがしづらい。はい。っていうところのね、解説ほぼなし。グピッチ。何も起きてないんだもん。そう、解説するとこないよ。ね、正直。まあ、その中でね、ロッテは勝ち切った。もうこれ全て、もう内容関係ない。ロッテはもう勝っていくしかないっていう中でね、勝ったのは大きい勝利だったと思います。西武対ロッテ、7対1で西武の勝利ということで、このカード、2勝1敗で、西武の勝ち越し。ね。まあ、でもまだあるか。明日もあるんだ。これ4連戦か。ね。西武対楽天4連戦というところで明日もあるからね、まあ、勝ち越しが、まあ、5分以上はね、決定したっていうところでね、西武先発ね、今井良かったね、ホームのバランスも良かったし、コントロールもめちゃくちゃ良かったね、その中で8回128球5安打12奪三振1球1失点でグッピッチね、素晴らしいピッチング。でロッテ先発佐々木朗希、6回82球5安打4三振2デッドボール4失点というところで、最後はね、まあ、危険球退場っていうところになりましたけどもね、2回裏、ツーアウト三塁からね、中村のタイムリーでね、1点先制。ロッテは3回表にね、荻野のタイムリーで同点になるけども、3回裏に、西川のね、タイムリー、そして、佐藤のね、セカンドゴロ、ホーム、フィルダッシュチョイスっていうところでね、2点目、3対1。ね。まあ、ここでもね、ワンアウト1塁から中村のね、こういつもあったりとかね、まあ、ミスでね、まあ、失点していくっていうね。で、7回にはね、代打栗山のタイムリー、そして源田のツーランホームラン、8回でもね、佐藤のホームラン、7対1圧勝でございます。ロッテはね、この今年優位にしている西武に佐々木朗希で負けるっていうところではね、かなり痛い敗戦。まあ明日はね、最悪でも勝たなきゃいけないっていう中で、まあ佐々木朗希6回82球5安打4三振2球4失点っていうところで、どうなんやろな。なんかこう最初の出だしがセンセーションだっただけにね、このなんかこうポテンシャルはいいんだけどね、なんかこう成長していってるところがね、なかなか見えないっていうね、ところは、まあ、ロッテファンの皆さんも球団の人たちも、まあ、本人もかもしれないけどね、まあ、いろんなね、問題もある中でね、なかなかね、歯がゆい成績に、ね、なってるんじゃないのかなっていうね、ところで西武としてはね、カルコの引退試合ね、素晴らしい試合でね、今井も素晴らしい投球、カルコもね、フル出場してね、しっかりね、勝ちに貢献したっていうところでは、守備でもね、ナイスプレーもあったしね、で、カルコね、お疲れ様でしたっていうところと、西武はね、引退試合で勝ち、素晴らしかったと思います。楽天対日本ハム、7対5で楽天の勝利というところで、ね、まあ、このカードはね、この試合が初戦っていう中でね、しっかり楽天としては勝ち切ってね、逆転への A クラス。まだロッテ戦がね、対戦5試合ね、直接対決が残ってるから、ここね、離されずね、踏ん張っていきたい。その中でね、早川11勝目というところで、クピチ、ね、素晴らしかった。あとはやっぱりね、日本ハムね、加藤も両方使いながら、緩急使いながらね、まあ、踏ん張ったっていうのはあるけども、ね、やっぱりね、複数得点、パパパーンと連打でいかれたっていうところがね、痛かったし、日本ハムとしては6回ね、堀に代わって浅村にスリーラン、まあ、これで勝負あったかなと。日本ハムはね、初回ね、水谷が初球を捉えてね、先頭打者ホームラン、クッパッて、いいね、終盤に向けてもナイスパッティ。
この1点でね、いい形でね、先制していきたい。でその中で楽天はね、初回1点取られた後ね、先頭王がツーベースで、小深田送りバントを決めて、ワンアウト三塁から、ここでね、1点取ればもうちょっとね、楽な展開だったかなっていうところもあるけどもね。で、まあ3回でもね、先頭王がツーベース。でね、ここで小深田、辰巳、浅村とね、続けず、1点取れずっていうね、このバタバタしてる中ね、取り切れない。ここでね、加藤も踏ん張ってたけども、まあこれね、この間にね、日本ハムがね、1点取れてればっていうところで3回の表ね、伏見がレフトをね、セカンド狙ってタッチアウトっていうところもね、まあリクエストあったけど、これもアウトだしね。で、4回もね、2アウトからだけど、レフトが、レイエスがツーベース打つけども、万波が三振と。ね、日本もね、もうちょっとね、いけないっていう中で、4回の裏ね、楽天、2アウト満塁から大郷の押し出し、フォアボールっていうね、加藤としてはね、らしくない。このね、押し出しもフォアボール。こっからね、5回の裏、ワンアウトから、浅村、安田が連続ヒット、ワンアウト一三塁から村林タイムリー、そして伊藤幸はね、タイムリースリーベースっていうところで、この試合ね、伊藤幸は4打数4安打2打点、クラッティ。まあ、この一気にね、4対1。まあ、これで一気に行くかなと思ったけども、日本もね、6回表、万波のね、内野安打、そして村林。これね、もう、ファースト全然セーフだから、投げちゃダメだったね、もう村林は。もう勇気あるノースローだね。もう状況的にね、あの三遊間深いとこからでファーストに投げてね、それがワンパンになってフランコがポロンチョしてる間にね、セカンドランナーも帰ってくるっていうところで非常にもったいない。でまあ4対3ね、これでちょっとざわついたけども6回裏ね、先ほど言ったように浅村がスリーランホームラン打ってね、まあこれで勝負あったかなと。しかし日本ハムもね、8回表に清宮のホームランで9回にね、もう1点とね、まあ7対5負けたけども、こう終盤の粘りね、なんかこういったところがね、やっぱりね、負けても負けようっていうのがあるから、やっぱ日本ハムね、まあ今ね、いいチーム状態じゃないのかなって、負けたけどもね、っていうところはありますけども、楽天としてはね、浅村の一発、これがね、大きかったんじゃないでしょうか。まあなんとかくっついていってね、直接対決で逆転 A クラスね、去年は叶わなかった逆転 A クラスをね、狙っていきたい。そのためにはね、いい形の楽天はね、勝利だったと思います。DeNA 対中日、5対2 DeNA の勝利というところで、中日先発松は5回100球8安打4三振1球4失点と、ちょっと球高くて、ね、切れ味なかったかなと。で、DeNA 先発 K、7回92球5安打9三振1球2失点と、こちらはクッペチ。ね、まっすぐも良かったしね、切れ味もすごく良かったんじゃないのかなと。あとはもう中日ミスがちょっと目立ったね。初回ね、先頭梶原の、サードゴロ、福永ね、後逸っていうね、もう、照明が入ったのか何だかわかんないけどもね。で、牧がライト前ヒット。で、ノーアウト一三塁から佐野豪犠牲フライでしっかり1点先制。で、4回裏にもね、ツーアウト満塁から梶原ね、追い込まれながらね、しっかりね、中に入れて逆方向っていうね、素晴らしいバッティングで、レフトにタイムリーヒット。で、その後牧がタイムリーヒットと。牧も今日ね、この試合右打ちで ね、しかもアウトコース結構ね、厳しいボールだったけどね、うまく対応っていうところではナイスバッティング。で、4対0。で、しかし中日はね、7回表に、村松のね、レフトにタイムリーヒット。で、2点返して4対2。これまだちょっとバタバタしたわからんなっていうところで、7回裏にね、先頭牧がツーベース。で、佐野がね、センターフライ。ここでね、三塁タッチアップ。これ中途半端なフライだったから、タッチアップどうかなと思ったけど、牧のね、積極的な、タッチアップで、ね。しかも盗塁もして、しかも10盗塁ね。しかも盗塁成功率10割。足でも見せる。はい、で、ワンナー三塁からオースティンがきっちり犠牲フライ。この1点でね、まあ、DeNA が勝ったかなってね、正直思いましたけどね。しかもね、DeNA が9回裏ね、2アウト2塁から代打川越、ここでね、石川がね、飛び出しちゃってね、川越がね、空振りしたの。ワンアウトワンストライクからね、フォーク空振りしたっていうところでね、若干飛び出しちゃって、で、これで、キャッチャー山本がセカンド投げて、タッチアウトでゲームセット。大バット。何しとん？何点差？ 3 点差やで。そんなに慌ててどこ行くの？川越がヒット打っても3塁ストップでしょ。で、その後の一発にかけるでしょ。状況考えよ。しかも空振りで。大パッと。で、試合終了。まあ、初回もミスが出てね。その後ミスが出て。っていうね。もったいないよね。で、4回の表にはね、先頭小橋が出るけども、福永送りバント失敗っていうね。バントミスも出たりとか、ね。細川がね、またライトが入って取れへんとかね。記録上エラーにはなってないけどもね。正直ね、ミス多い。本当に。ね。まあ、あとね、DeNA としてはこの3回裏ね、ノーアウト1、3塁で強打、ここで K、梶原、ここでもう1点取りたかったね。そしたらもうちょっと楽な展開だったかなと思うけどもね、まあ、DeNA もね、逆転の A クラスに向けてね、この中日を落とせないっていう中でね、しかも阪神、広島がね、直接対決してるからどっちか落ちてくる。その中でね、この初戦の戦勝っていうところは DeNA としては大きかったし、ちょっと中日はね、緊張感抜けたね、プレーがこの試合特に目立ったね。まあ、それで土曜日ね、どう引き締めてくるのかっていうところは注目ですね。
DeNA 対中日、14日の試合、4対2で中日の勝利ということで、中日福谷、6回96球、3安打5三振、無四球2失点。福谷いいのよ。だから俺使わないんだったらトレードに出した方がいいんちゃうかと俺言ってたのよ。使ったらいいのよ。両コース使って。しかも二刀流、自身のね、決勝で勝ちっていうね。で、DeNA 先発石田、3回47球、8安打1三振、無四球2失点っていう、ところでね、まあね、ちょこちょこ点取られたけど、踏ん張ってたけどね。ね。まあもう DeNA を負けられないっていうところでね、もう総力戦っていうところがあるからね、まあ3回で交代っていうところはあるけども、まあ DeNA をね、初回オースティンのツーランで勢いよくね、パーンって出たけども、中日はね、2回表、ワンアウトから、石川、板山、福永が連続ヒットでワンアウト満塁。で、ここで福谷のね、ダブルプレーの間に1点入るんだけども、ここね、セカンド牧、これはちょっと状況判断悪いんちゃうかっていうところで、まあ満塁で、セカンドの牧、ボトボトのセカンドゴロを取って、ね、で、これね、ファーストランナー、福永が止まったの。グファンだ。ね。で、止まったからね、ファーストに先投げてから、ランダムプレイ。これのダブルプレイだと、サードランナー1点入っちゃうからね、ピッチャー福谷っていうことを考えたら、あれね、4-6-3 だよ。で、4-6-3で取れなかったとしても、ね。取れなかったとしても、だからどうなんやろな。もうこれはもう1点 OK ですと。1点 OK だけども、ダブルプレイ取ろうなのか、ね、0点に行こうなのか、難しい判断やな、そう考えると。でもあの感じだったら4-6-3いけたと思うんだよね、ピッチャー福谷があるバッターっていうことでね、走力そんなめちゃくちゃね、走るのが早い、まあ普通だよね、遅くもなく早くもなく。でまあそれで残ったらもう1点取られたらどうすんのや問題あるからね。まあ2回だから1点取られてもか、そうか、どうなんやろな。ダブルプレーもいけたと思うけどな。で、まあ1点取られて。で、3回の表ね、2アウト2塁から細川のタイムリーで同点とね、いうところで、まあ DeNA はね、その後しっかりね、福谷に抑えられるっていうところでね、で、6回、ね、ピッチャーね、山崎、矢崎に代わって、先頭石川ストレートのフォアボール。これ痛いよ。バッと。リリーフで先頭。ストレートのフォアボールはね、で、痛いもないゴロンでアウトに取るけども、ワンアウト一塁から福永レフト前ヒット。で、ワンアウト一塁からピッチャー福谷ね。普通ここね、送りバントやと思うんだよね。で、ツーアウト二三塁にして岡林っていうところで、まさかの初球ヒッティング。だからひょっとしたらピッチャー山崎康明も打ってけえへんのんちゃうかって言って投げたんと思うんだよね。で、それが三塁線抜けて、ね、タイムリーツーベースで2点、4対2。これでもう逃げ切り勝ちだからね。で、6回はね、福谷が三者凡退で抑えて、で、7回からね、清水が三者凡退。で、8回にはね、松山が三者凡退。で、9回、ライデル・マルティネスが先頭巻きね、センター前ヒットで出るけども、しっかり後続、抑えてね、逃げ切り勝ち。ね、DeNA としては4安打、完璧に抑えられる。中日はね、もう6回まで勝ってたら最強のリリーフ陣。福谷、クラニあれ、打たしたのもすごかったけどね、そう考えるとね、それに応えたのもすごかったし、まあ、ちょっと、山崎は先油断したかな、ね、あとやっぱり2回だね、4-6-3で俺良かったと思うんやけどな。ファンの皆さんどうですかね。まあでも DeNA、まあ、最悪1勝1敗だからね、こっからの広島戦ね、どう戦うかの注目ですね。ヤクルト対巨人、13日の試合、7対2でヤクルトの勝利ということで、この試合巨人が勝って DeNA と広島が負けたらマジック12が点灯っていうところで、点灯せずっていうね、ところでしたけども、この試合ね、山崎伊織が投げてるだけに先制したかったね、巨人っていう中で、ヤクルト先発山野、8回104球、4安打3三振、1球2失点でグッペッチ。ね。まあ2軍でも防御率1点台っていうところでしっかり実績を出してね、1軍での登板、ストレートカーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークとね、ストライク先行で勝負できたのが素晴らしい。ね。フォアボール1個でね、球数104球も少ないしね、フォーク、チェンジアップは低めに決まってね、どんどんストライク先行で勝負いく。しかもね、初回の3点でね、大きくね、点を取って援護点あったっていうところでも素晴らしいしね、8回投げたっていうところも非常に素晴らしかった。グッペッチだったと思います。巨人先発山崎より、2回3分の2、89球、7安打、三振0、1球1デッドボール4失点っていうところで、まあ逆球も多かったし、ちょっと球切れ味なかったかな。ね。これはね、どうなんだろうね。まあね、前回のヤクルト戦もね、まあ2失点っていうところで、まあここ最近ね、失点はするけどもっていうね、ところでは、まあゲームは最低限作ってたけども、ちょっと初回の3失点痛かったね。まあその中でヤクルトはね、初回ワンアウト1塁から村上がね、センターバックスクリーン、スリーランホームラン、グッペッね、これ痛かった山崎伊織はね。3回の裏にも2アウト2塁からね、外のカットボール山田哲人レフトへ引っ張り込まれてタイムリーね。
で、5回にはね、山田哲人フォアボール、松本センター前ヒット、ノーアウト一塁からピッチャー矢田の打席ね、バンドしようと思って空振りしたところをね、山田哲人がちょっとね、2歩飛び出しちゃって、それを見たキャッチャーの岸田がね、セカンドスローしたんだけども、すぐさま山田が三塁に走って、まあ結果盗塁成功っていうところで、まあ走塁はね、山田のミスなんだけども、キャッチャーもあれ投げるんだよね。気持ちわかるよ。多分投げるのよ。あれはもう、やったと思って飛び出してるからね。で、もし仮にね、あれ投げなかったとしたら、そのまま戻られたらセーフだからね。だからまあ難しいよね、解決策。どうやるの、解決策。ねえ。だからもうたまに偽投とかもまあ見せるしかないけどね。うん。で、その後ね、岩田がレフト前ヒット打って1点。で、ノーアウト1塁からなおも山田のね、送りバント。そして、ヨーガードミス。バット。で、ノーアウト満塁。ね。ここで長岡並木、サンタナとね、一本出ず、無得点。ここでヤクルトパンパンパンってたらもっと楽勝だったけどもね。まあ、なんとか踏ん張ったけどもね。で、巨人はね、6回表に、丸のツーランホームランで、5対2と、まだまだ行くぞっていうところで、6回裏、岩田のね、またレフトへ、タイムリーヒットで、これでもほぼ決まったね。しかしその前にね、2アウト2塁から松本直樹ね、この平内のフォークボール、三振するけども、股の下抜けて、キャッチャーね、パスボール、ね。で、そして振り逃げ。終わってたからね。だからもうミス目立つよね、巨人ここに来てね。で、中村サンタナのね、ツーベースでね、フォアボールからのツーベースで7対2ね、まあ、ヤクルトの圧勝っていうところだけども、ちょっとジャイアンツミス、ここに来てミスするよね。うまくね、広島戦はね、逆に立ち回ってカープの方がミスしてたっていうところもあるけどもね、まあその中でね、どう立ち振る舞ってね、次に向かうのかね。ヤクルトとしては本当にね、もう素晴らしい勝ち方ね、山野のグッピッチング良かったと思います。巨人とヤクルト1対4でヤクルトの勝利、ヤクルト2連勝、巨人カープに3連勝しきてヤクルト2連敗は痛いっていうね。だからヤクルト先発高橋奎二、6回100球7安打6三振2球無失点でクッピッチね。立ち上がりちょっとバタついてたけどね。でもね、本人も言ってたけども、途中からね、変化球のね、精度が良くなって、特にカットボールね、あとはカーブもね、良くなってね、非常にね、4回ね、2点取ってくれた後からね、一気にね、状態良くなってね、尻上がりに良かったかなと。で、巨人先発井上ね、5回79球5安打2三振1球1デッドボール2失点と、まあ攻められないよね。いいピッチングだったよ。で、ね、4回のところもね、この4回ね、失点するんだけどもね、先頭サンタラセンター前ヒットね、で、村上アウトになるけども、オスナがね、右中間に先制タイムリーツーベース、で、増田フォアボール、このフォアボール痛かったよね。山田哲人にレフトでタイムリーヒットっていうね、ところで2点取られるんだけども、まずヤクルトの攻撃、このワンアウト1塁から山田哲人レフト前ヒットで、ファーストランナー増田が3塁狙ってアウトになるんだけども、これバッと、でもホーム楽々セーフだったよ。しかもモンテスちょっと送球勝手弱いからね。で、ツーアウト 1、2塁で中村っていうところでね、ワンチャンあったと思うけども、あそこはちょっと暴走かな。楽々アウトだからね、そこまでチャレンジしなくてもよかったんちゃうかって思うけどもね。で、まあね、井上としてはね、ここやっぱり点取ね、ジャイアンツが点取れないから、点取られたくないって言って追い込むまでね、サンタナオスナも追い込むまで行くんだけどもね、そこからやっぱりね、甘くなっちゃいけないって、丁寧になりすぎてね、若干腕緩んだかなっていうところはあるよね。追い込んでからね、まあそこら辺はちょっと丁寧に行き過ぎた、ある、まあ、ね、先制されちゃいけないっていう思いがね、ちょっと強すぎたと思うけど、これ井上ね、攻められない。ジャイアンツの問題点は2回裏ね、先頭大城がね、左中間を抜けるツーベースで、ここで浅野セカンドフライ、おいおいおい、最低でも進塁打打とうぜっていうね、ここ進塁打打って1点取れてればね、まだ序盤だったから、ひょっとしたら内野後ろ下がってたかもわかんないからね、門脇の打席でね、ここで進塁打打って1点取れればっていうところもあるし、5回裏ね、丸フォアボール、吉川ツーベースっていうところでね、ワンアウト2、3塁のチャンス作って、岡本モンテスが連続三振だからね、逆に高橋奎二はね、ここ踏ん張ったことによって勝機が見えたし、ここね、岡本の時ね、内野も後ろ下がってたから、バットにさえ当てれば1点だったけども、最後チェンジアップを泳がされてね、まあなんとかして当ててやろうっていうね、気持ちは出てたけどね、で、モンテス三振と、このね、2回、3回ね、ジャイアンツね、取れる時に取らないからこうなる、典型的な試合です。ね。で、5回の裏もね、先頭丸がライト前ヒットを打つけども、坂本がね、初球のスライダーね、インコースドン詰まり143ダブルプレート。ね、で、この時ね、日本放送解説しましたけど、こんなね、攻撃バタついてたら次行かれますよっていうところできっちりね、6回表ね、サンタナからね、4回と同じように始まるっていうところで、もうここね、右の船場様にスイッチ。ね、サンタナはアウトコースのスライダー、サードゴロ引っ掛け避けてアウトを取るけども、村上が初球ね、もう正面、屋根なかった、場外出てんちゃうかっていうぐらいのホームラン。で、オスナもね、初球またレフトスタンドでホームランとくっぱって、これで4対0、まあこれで負けたよね。まあ7回裏にね、
坂本のレフト前ヒットで1点取るけども、まあその後ね、吉川岡本続けずっていうね。あとはこれね、放送中にも言ったけども、6回裏ね、2アウト1塁から、浅野のね、左中間を抜けるツーベース、大城がね、ホームを帰ってきてアウトになるんだけども、まあ多分、ランナーコーチの亀井としたら、センターがね、セカンドベースの方向に返したから、この中継がちょっとね、遠回りしてるっていうところで回したと思うんだけども、ね、なんか大城の走塁が悪いとか足が遅いとか言う人いるんだけど、分かってんだったら止めればいいじゃん。大げさに言うとね。分かってんのに、車で言うと、当たる当たる当たるって言ってんのに、ブレーキ踏まへんのと一緒やん。いや、当たるって思ってんだ。相手が避けてくれなかったら当たりませんっていうのもきついじゃんね。分かってんだったら、足遅い、走塁技術ないって分かってんだったら、止めりゃいいだけじゃんね。生かせなきゃいけない理由ないよ。止めればいいだけなのよ。もったいないよね。まあ、ツーアウトだったっていうのもあるけどもね。もったいない。で、まあ、ここでね、止まってればね、次、軽減できないからね。ピッチャー交代、代打出ていくからね。で、門脇でどうかっていうところもあるしね。そういった意味では、楽々アウトだからね。こう、大城のせいっていう人もいるかもわかんないけど、分かってんだったら止めればいいだけなのよ。ね。いやいや、このタイミングでいけないやつ悪いでしょう。だから回すよ、アウトになるけど、みたいな。いやいやいや、分かってんだったら止めよっていう話でね。まあ、これはちょっともったいなかったけど、まあ、乾杯だね。まあ、次にやっぱ打つかどうか、ね、っていうところが問題になってくる。まあ、高橋奎二はね、素晴らしいピッチング。ジャイアンツ、さあ、どうなるのか。3連敗は許されない、今日の一戦。阪神対広島、2位争いっていうところで、13日の試合、7対3で阪神の勝利ということで、ゲーム差なしになったんで、これで阪神が2位。3位広島に1ゲーム差。これまさかの大どんでん返しが、逆転優勝があるのかっていうところもあるからね、めちゃくちゃ面白い試合。その中でね、阪神先制ね、先勝です。阪神先発高橋遥人。5回3分の2、85球、4安打4三振、1球1デッドボール3失点と。まあ、最後ちょっとバタついたけどね、非常にね、グピチ、試合をね、まとめ上げたと思います。で、広島先発大瀬良。4回3分の1、89球、9安打5三振、2球5失点っていうところで、もうこれで自滅です。完全に広島は自滅です。まあ、味方のミスもあってね、ちょっと大瀬良も攻められないところはあるけども、広島は初回ね、先頭秋山がツーベース、矢野送りバント決めて、サードの小園がね、内野ゴロの間に1点、これも内野後ろ下がってたからね、1点先制して、お、いい流れやなと思ったけども、2回裏阪神の攻撃、ワンアウトから前がエラート前ヒット、で、梅野のサードゴロ、ちょっとバウンドが弾んだところをね、サード小園がバウンド合わしきれず、後逸っていうところで、まあ、結果内野安打。これちゃんと仕留めてたらアウトだからね。最近ありえへんミスカープするよね、巨人戦もそうだけどもね。で、木浪三振するけども、ツーアウト一塁、これ高橋アルトのピッチャーゴロをね、大瀬良が足出しちゃって、足に当たってね、変なとこ転がって結局内野安打。後ろ矢野いたからね、これもう0点全然いけたからね、この2つのミス。で、ツーアウト満塁から今度最後押し出しで同点っていうね。で、4回にもね、ワンアウトから梅のフォアボール。で、木浪のね、ショート悩んだんだけど、これもショートゴロね、セカンドベースよりちょっとね、高いバウンド。で、これをね、ショート矢野はね、取ってから、セカンドベースを踏んでダブルプレー狙ったんだけども、そこにうまくバウンドとベース踏むのが合わしきれず取れないっていうね。あれもう一つでいいと思ってたら簡単に取れたと思うんだよ。で、これ判断ミス。っていうところでセーフになって、でそれまた弾いたとこ変なとこ飛んでいってワンアウト一三塁で、ここ高橋あるとかね、送りバントを決めてツーアウト二三塁から近本のね、センターへのタイムリーヒットね、で2点で、ここでツーアウト一塁から中野打席、近本盗塁、ここね広島バッテリー相澤ね、ピッチダウトして外してんのに盗塁成功で、でしかもセカンドもちゃんと投げれてもないからね、だからここピッチダウトしてさせないって一番最悪だからね。で、ツーアウト二塁から中野がね、レフト前ヒット。で、ツーアウト一三塁になって、ね、森下のサードゴロを今度小園が後逸っていう、またエラー。ね。で、ミスでこれ3点目で4対1。ね。で、5回にはね、ワンアウト二三塁になって、木浪の打席で、ピッチャー大瀬良から堀江に代わって、フォアボール。で、高橋遥人三振取るけども、近本もフォアボールで押し出しで5対1。で、6回表にね、堂林のタイムリー、そして坂倉の犠牲フライで2点返して、5対3と。まだこれまだまだ分かんないよっていうところで、6回裏、ピッチャー中崎、先頭森下デッドボール、大山三振するけども佐藤フォアボール。で、ワンアウト1塁から前川のタイムリーツーベースで1点取られて。ね。これもう、四死球からだからね、もったいない。で、7回にはね、枝も一緒の森下がレフトスタンドをホームランで、7対3、圧勝。カープとしてはもうフォアボール、そしてミス、記録、エラー残らないミスっていうところがもう、てんこ盛り、自滅です。
四死球7です。ね。大瀬良に、堀江に、中崎が3っていうね、四死球ね。まあ、それじゃなかなか、もう立て直しだね。もうちょっと焦り、見えてるよっていうね、ところで、これ本当、一気に DeNA にも抜かれて、広島 B クラスもあるからね、さあ土曜日の一戦どうなるのか、楽しみですね。阪神対広島、4対3で阪神のサヨナラ勝ちっていうところでね、阪神はカープに2連勝、カープは6連敗っていうところで、広島自滅です。はい。広島先発森ね、6回86球3で5三振、1デッドボールも失点とクッピチ。素晴らしいピッチングで。いい形でね、投げた中で、阪神先発最後もね、6回88球、6安打5三振、1球3失点、3失点すると思わなかった中でね、広島は4回表、ね、先頭坂倉ツーベース、3番堂林が送りバントを決めて、ワンアウト3塁からね、野間垣セーフライで先制。で、6回にもね、秋葉坂倉の連続ヒット、2番坂倉がね、もうヒットするっていうところでね、打順変更成功。で、3番ね、堂林が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から野間のセカンドゴロの間に1点。で、3塁になって小園のレフトへタイムリーヒットで3対0。このまま勝ち切る。最高の流れの中で、7回裏、ピッチャー島内に代わって、先頭初球、ボイシャイデッドボール。おいおいおい、またか、危ないぞと。で、これ大島のピッチャーゴロ。これで、ね、森下がセカンドへ、悪送球。なんとかね、菊池が取って足セカンドベース触ってね、セカンドはアウトにしたけども、これ普通にダブルプレーだからね、これダブルプレー取ったら終わってたのにもかかわらず、ダブルプレー取れず、ワンアウト一塁残って、佐藤がライト前。で、ワンアウト一塁からここでね、代打、前側がフォアボール。で、ワンアウト満塁から梅の押し出し。で、ワンアウト満塁からこの木浪のセカンドゴロ、菊池大ファインプレー。取ったけども、それをセカンドにトスしたときに、矢野がね、もう前回と一緒、昨日と一緒、ダブルプレー意識するあまりにね、取るのがおそつこになって、ポロンチョで落としてセーフ。ね。で、ワンアウト満塁から代打原口がレフトへタイムリーヒットで同点だからね、ここ、ワンアウトでも取ってたら、ね、ダブルプレー取れなくてもね、ひょっとしたら3対2のままだったかもわかんない。やっぱりノーアウト、ね、ワンアウト満塁と2アウト、1、3塁じゃね、ちょっと状況かなり違うからね。そういった意味でもね、まず四死球に初球いきなりデッドボール、ピッチャーゴロダブルプレー取れない、ね。で、押し出し連続、ね。フォアボール連発で押し出し。で、セカンド、菊池がナイスプレーだけども、若干球浮いたけども、セカンドアウト1個でいればね、そのままね、もしかしたら今日同点まで追いつかれなかったところがね、やっぱこう焦りだね。勝たなきゃいけない。焦りね。勝ちたい。気持ちが強い。焦りが全部ミスを誘殺してね。で、同点と。で、広島はね、8回、9回、ランナー出すけどもね、最後で1本出ずっていうところで、阪神はね、9回裏、ね、ワンアウトから、木浪フォアボール、そして小野寺デッドボールっていうね、またここでも四死球。で、近本は内野ゴロアウトになるけども、2アウト1、3塁から最後、中野ね、センタータイムリーヒットでサヨナラ勝ち、ね、買いまたぎの黒原がやられちゃう。この買いまたぎもどうだったんやってね、思うけど、いろいろもう迷ってるね、感じ的にはね。まあ、そういう意味でもね、なかなかやっぱり、ベンチも、選手も、必死で勝ちたい思いが強すぎて焦るっていうね、ところではミスね、連発。逆にね、阪神はね、そのミスをしっかりね、得点につなげてね、勝ちだから大きいよね。まさかのアレンパね、逆転勝ちもあるかもしれない勢いを持ってね。さあ、これがね、続くのかどうか、ね、全チームまだまだ注目です。さあ、日曜日どうなるのか。阪神対ヤクルト、2対1で阪神の勝利ということで、阪神先発ビーズリー、6回97球、2安打9三振、3四球、1点でクッピチ、ね。スライダー良かったね、左バッターもね、バックドアの外からのスライダーね、右バッターにもね、アウトコースにスライダー、まあカットスライダー系っていうところ非常に良かったかなと。で、あとまあチェンジアップでもね、緩急つけながら、まあちょっと打てなさそうだったね。で、ヤクルト先発高梨ね、7回102球7安打11奪三振無四球にしてね、こちらも良かったけどね、もちろんまっすぐどしるとまあっていうところでね、勝たしてやりたかったけどね、その中でヤクルトは先制っていうところでね、初回2アウト3塁からビーズリーのね、ワイルドピッチ、これ若干ね、梅野もね、大きく弾いちゃってっていうところでね、まあ1失点ね、ここでヤクルト1点先制したけども、阪神は2回裏で、ね、佐藤のホームラン、そして前川のホームラン、2者連続ホームランで逆転と。まあこのね、2対1、このまま逃げ切り勝ちだからね、ヤクルトは全体的にね、4安打だからね、ほぼなすすべなしっていうね、まあ6回先頭岩田がね、ヒットで盗塁出てね、サンタナ村上オスナと。一本っていうところでもね、ちょっと出なかったしね。9回にもね、先頭増田がライト前ヒットで出るけども、またね、1番からクリーンナップに向けて一本出ずっていうね。
で、まあ、9回にもね、2アウトから山田フォアボール、川端、前ヒット、中村雄平フォアボールで2アウト満塁チャンス作るけども、最後、沢井がね、高めのストレートね、ゲラの高めのストレート振っちゃってね、三振っていうところでは阪神逃げ切りがちね。まあ、ここでね、しっかりね、勢い乗ってきたね、阪神、ヤクルトをね、このね、初戦にしっかり勝ち切る。まあ、B3 よかったね。才木 B3、この2本柱が素晴らしいピッチングね。で、2発のホームランっていうところと、あ、前川がね、甲子園初ホームランっていうところで、ね、まあ、素晴らしい展開でね、このままどうなっていくのかね。まあ、巨人とね、2ゲーム差、残り試合も少ないからね、もう1試合も負けられないやからね、こう接戦勝ち切ったのは大きかったと思います。巨人対中日、6対3で巨人の勝利ということで、15日の試合ね、巨人先発菅野、中4日でね、前回75球、5回3分の2、93球、10安打5三振、無四球3失点と、まあ、若干ね、状態高かったかなっていうところはあるけども、中4日で投げてね、試合作ったというところでは非常にね、ピッチャーだったと思います。で、中日先発枠井ね、5回92球、6安打2三振、3失点っていうところで、涌井は、涌井が7月13日以来ね、ちょっとコンディション不良というところでね、2ヶ月間の抹消の中でね、帰ってきた中で、まあ3失点、まあ初回ね、いきなりっていうところで、まあ初回丸のセンター前、ワールドピッチでセカンドに行って、で、モンテスのね、ライトフライ、こう進塁できず、で、吉川タイムリーヒットの浅野がタイムリーっていうところでね、ジャイアンツもね、これヤクルト戦2連敗して流れが悪い中、しっかり2点先制できたのも大きかったし、まあ3回裏ね、吉川のホームラン、この3点ね。で、中日もね、4回に石川のタイムリー、そして、6回ここな、石川がね、ホームランを打って3対2先頭、で、川越内安打、村松送りバンド、で、代打借りしてね、センターのツーベースだけど、これ丸取れたよね。もう追いついてたからね。で、最後ね、代打宇佐美のレフトへタイムリー。これもモンテス取れたよね。これ玉際ね。丸とモンテスの玉際。これで取れなくてね、同点になっちゃうんだけども、この6回裏にね、岡本のホームラン。これ大きかったね。これ打ってなかった。ひょっとしたら負けてたかもしれない。ね。で、7回裏にもね、吉川のタイムリーね、っていうところで6対3ね、ヒットは9本でね、あんまり打ってなかったけどもね、そこをしっかりね、この岡本のホームラン非常に大きかったかなっていうね、あと頭際ね、危なかったね、あれ取れただけにね、取ってたなっていうところあったけども、今内容ね、どうってことでね、どうのこうの言えないからね、まあ2連敗できてね、このドラゴンズ戦っていうところで、こう初戦ね、勝ったのがね、非常に優勝に向けてはジャイアンツはね、大きい勝利だったと思います。まあ、中日としてはね、13安打打ってる中でね、まあ3点、まあ連打がね、ちょっと続かなかったっていうね、ところはちょっとね、痛かったっていうね、この4回表ね、ワンアウト2、3塁で村松三振、木下センターぐらい、ここで1点でも取ってたっていうところもあるけどもね、まあ最後の最後ね、1本打つかどうかがね、巨人がね、そこを上回ったかなと。ね、巨人ね、3番で入って吉川4打数3安打4打点1ホームラン、で岡本もホームランを打ってね、この3番4番で5打点だからね、非常に素晴らしいクパテンだと思います。さあ、広島対 DeNA 15日日曜日の試合というところで、ゲーム差1位3位4位の直接対決という中で、そんなところで広島ね、今年新人ドラフト1の常ヒーロー投げて5回92球並んで4三振2四球1デッドボール1失点とクッペッチね、まあ、ホームのバランスいいね、フォームのバランスいいし、制球力もいいし、まあ、でもまだちょっとね、体つきがプロじゃないんで、ちょっと薄っぺらいかなっていう感じもあるんで、まあね、ルーキーだからっていうところはあるけども、もうちょっとね、もっと良くなっていくね、多分あの投げ方で、あの今出力だったら、もっとトレーニングしたりね、こう体がもうちょっとね、ビルドアップしてくればね、もっといいピッチングするんで、まあ、今のままでもいいピッチングだけども、さらに伸びしろはね、あるかなと。まあ、フォームも良かったしね。そういったところでは、このね、初回2アウトからね、佐野オースティンにね、ピンチを作って2アウトに3塁、こう宮崎三振ね、見逃しの、ここね、踏ん張れたのが良かったね。多分これポンって宮崎に打たれてたら、ちょっとね、ポポポンっていかれてた可能性もあるけども、初回ピンチを作りながら、この宮崎を三振取って踏ん張ったのが大きかったかなと。で、DeNA 先発吉野ね、1回3分の1、47球、6安打2三振、2四球、5失点と、いきなり初回4失点だからね、先頭秋山ライト前ヒット、坂倉と小林アウトにするけども、2アウトから野間フォアボール、ね、小園タイムリー、矢野が続いて、末金菊池連続タイムリーっていうね、ところで4失点だからね、これは痛いね。で、2回の裏ね、秋山がレフト前ヒットで、坂倉がね、三振するけども、堂林フォアボール、野間フォアボール、ワンアウト満塁から小園がピッチャーゴロアウトになるけども、ここダブルプレー取れたよ、ホームゲッツワンパン、あれよ、キャッチャー山本よく取ったね。ね、最悪一つでもね、
で、その後矢野押し出しだからね、ちょっと吉野も制球まばらずね、自分でピンチを招いて、それをね、失点してしまう。そしてミスもね、重なるっていうところではもう自滅感あったね。まあ、この5対0痛かったね。まあ、常廣としてはこのね、序盤にビッグね、イニング作ってくれたっていうところでは非常に楽だったかなと。で、DeNA はね、3回、宮崎の内野ゴロの間に1点っていうね、ところを返すけども、4回の裏にすぐにね、小園、矢野のタイムリーでね、2点。で、6回にはね、菊池のスリーランホームランでダメ押しで、10対1。まあ、7回にね、桑原のタイムリーで1点返すけども、10対2。広島としては圧勝。常廣ね、新人で、1勝、初勝利。おめでとう。ね。まあ、このままね、新人王にかかるね、イニング投げなくてね、来季に向けて新人王っていうところはね、あるんじゃないのかなっていうところもあるし、まあ、この試合ね、DeNA、5回ね、山本デッドボールっていうね、2アウト1、3塁ね、初球ね、これで、まあ、ちょっとね、交代しちゃったっていうところはあるんだけどもね。まあ、これ抜けたら、でかい、痛いね、DeNA 的にはね。だからまあ、何もないことをね、祈りたいけどもね。でもまあ、これはね、客観的に解説するとね、やっぱね、これ、打ちに行ってんのよ。このままね、こう打席に立ったら、打ちに行ってここに当たってるからね。だからね、これはまあ、攻められないね。あのカープバッテリー、まあ、なんかすっぽ抜けた感あったからね、まっすぐフォークっぽかったけど、スライダーからまっすぐなのかな、なんか抜けた変化球っぽかったけど、こうやっぱりね、打ちに行って当たるっていうのはね、やっぱちょっとバッターの責任もあるからね、あれこう行かなきゃいけないところ打ちに行ってるからね、ここだからね、そういった意味ではね、まあ、正直攻められない、カープバッテリーはね、っていうところはあるよ、客観的にね。そら当たってんのになんやねんっていうかもわかんないけどもね、まあ、客観的な解説するとやっぱ打ちに行ってデッドボールだからね、これはまあ本人の責任もねあるかなっていうところはあるけども、まあ大事に至らないねことを祈るね、まあ今後のね、最後のね、勝負どころっていうのもあるしね。でその後ね、秋山デッドボール当たって乱闘っていうね、まあこのね秋山のデッドボールがわざとかわざとじゃないかはわからない、それはね。だから別にね、そのデッドボールに対して新井監督も怒ったわけじゃないと思うんで、多分なんか言ったんだろうね、 DeNA ベンチがね。俺はもう詳しいこと分かんないよ、状況見てるだけだったら。こうやってやってたからね、こうやってね、なんやこらみたいなね、で怖いちょ、こう指差し怖いって言ってたからね。だから、まあ、俺が一つ言えることはね、俺がもし当事者もしくは現役だったらね、舐められたら舐められたままで終わんねえぞっていうね、やられたらやり返すぞっていうね、いつでも行くぞって言って、舐めんじゃねえぞっていうね、ところの雰囲気を全面的に出して、行動に移します。はい。まあでもね、わざと当てるとか年間1回あるかないかぐらいだからね、正直ね、俺らの時も。1回ある、あるかないかぐらいやな。まあ、2回ある時もあるけどもね、でもそんな頻発することじゃないのよ、正直ね。ほぼほぼわざとじゃないのよ。ね。それがいっぱい当たるからね、まあ、当ててたら行くぞみたいな感じになるけどもね、まあ余計なこと言ったんだろうな、新井ちゃんがあんだけ怒るってことはな。だからまあそこでね、いざことあるけども、まあ、秋山がんのがわざとかわざとじゃないかは分かんないけども、まあ、いろんな意向があるからね、デッドボール当たってね。でも そのほとんどがわざとじゃないと思うよ、正直ね。でももし俺が当事者だったら、お前なめんなよって言ってね、ふざけんなよって、いつでも行くぞって言ってね、俺は思ってる、はい、っていうことだけですね。あの怒るのもだからなんか余計、あとウィッグ着てたね、いきなりね、もうあんな舐めた態度取ったら速攻行くけどね、俺だったら。外国人だろうかなんだろうか、広まないよ、関係ねえからね、舐めんじゃねえぞ、行くぞみたいなね、ところです。これがサウザー1解説です。はい、当事者はどうか知りません、はい、ということです。はい、まあ、でもカープはね、連敗ストップっていうところで、まあ1ゲーム差に詰まってたところでね、2ゲーム差に、広げれたのがね、ちょっと安心感がね、あるんじゃないのかなっていうね。まあしかも対象だったからね、まあこれでね、巨人、阪神、広島、2ゲーム差ずつ、DeNA までもちょうど2ゲーム差か。ね。ソフトバンクはね、楽天ロッテ3ゲーム差か。まあこれまだまだ予断許さないね、直接対決もあるしね。ということでね、最後はね、こちら行きましょう。まずはね、月曜日なんでね、ベストライン発表していきましょう。まずはパリーグからピッチャー日本伊藤博美5ピッチ、キャッチャー楽天安田、やっぱり打つね、はい、ファーストロッテ外9安打7打点4ホーマーは素晴らしい、はい、セカンドオリックス太田、栗林太田、横山で内野を組めれば完璧です、はい、サードソフトバンク
栗原9打数7安打グッバッティング。ショート西武源田ヒーローインタビュー感動しました。はい、レフトソフトバンク今度タイトルはダッシュ。はい、センター西武西川来年かなり飛躍するんじゃないのかと思ってます。はい、ライト楽天黄金足もあります。はい、DH 日本ハムレイエスここに来て大爆発。はい、リリーフロッテ増田グッピッチ名球会で。はい、続いてセリーグピッチャー巨人菅野中4日で2試合登板素晴らしい。はい、キャッチャー広島坂倉オールスター以降打ちまくりです。はい、ファーストヤクルト大砂弾道はアーティスト。はい、セカンド DeNA マーキーここから一気に再ダッシュだ。はい、サードヤクルト村上ね、ビッグボード超えてました東京ドームで。はい、ショート中日村松バッティングホームは高橋由伸さんです。はい、レフトヤクルトサンタナ首位打者確定か。はい、センター広島秋山当てられても向かっていくぜ。はい、ライト阪神森下積極打法が生きてます。はい、リリーフ阪神石井フル回転。はい、さあということでね、佐々木チャンネル月曜日終わりです。まあ、ここからね変則日程が続きますけどもね、その辺順次で佐々木チャンネルも総チェック出していきたいと思います。佐々木チャンネルもシーズン終盤まで終われないね、終わらせない、最後まで皆さんね、皆さんも佐々木チャンネル見て感想しましょう。それでは